悠仁さまはご成年を迎えられるお誕生日2日前の9月4日次のようにご感想を述べられました。今年の9月6日に18歳の誕生日を迎え成年になります。幼稚園や小学校中学校に通っていた日々がついこの間のことのように感じていますが、もう成年なのかと思うと時が経つのは早いと実感しています。この18年の間多くの方々がその時々に様々な形で心を寄せてくださいました。深く感謝申し上げます。そして今まで育ててくれた両親と姉たちにも感謝しています。2022年4月から民法の定める成年年齢が20歳から18歳になったことにより私も成年になるのは高校在学中になります。今は最終の学年として進路実現に向けて努めつつ学校行事を含め残り少ない高校生活を大切にしたいと思います。今後も一つ一つ経験することを通して学びを深め様々なことを吸収して成長していきたいと思います。この番組は日刊現代デジタルの9月7日9時6分の記事の引用でお送りいたします。なお記事のリンクを概要欄に掲載しておりますのでぜひご覧ください。女性天皇 .com 9月6日18歳の誕生日を迎えられた秋篠宮家長男悠仁さまのコメントが公表された。悠仁さまは成年に至るまでの時間の速さを実感されご両親をはじめ周囲の人々への感謝の気持ちを綴られている。成年式は高校卒業後の来春以降に行われ悠仁さまが宮中行事に参列されるのは成年式後になる見通しだ。いよいよ悠仁さまの高校生活が終わりに近づいているが進路実現に向けて努めつつとコメントされているようにその前に控えるのが大学受験。悠仁さまの本命と言われるのが学校推薦型選抜という制度を用いた東京大学農学部への入学だが先月10日から署名サイトchange.org でそれに反対する署名が1万2000万筆以上集まり物議を醸した。悠仁さまが東大の推薦入試を悪用し将来の天皇として特別扱いで入学されることは象徴天皇制を根底から揺るがすこととなるため反対しますという見出しがつけられたページだがガイドライン違反などの通報などにより現在は閲覧できなくなっている。悠仁さまの進学先について宮内庁は幼少の頃から関心を持たれ研究を続けてこられた自然史が学べる大学を希望されているとコメントしています。悠仁さまの東大への推薦入学を想定して反対署名運動が起こりましたが進学の自由は皇族であっても保障されている上に高校3年生の男子を吊るし上げるような行為は悪質でありあってはならないのは言うまでもないでしょう。だが東大への推薦入学に注目が集まる中で将来の天皇が学歴にこだわるべきではないという声も根強い。特別扱いというレッテルが貼られてしまっている以上東大にこだわりすぎるのも後々禍根を残すことになりかねないのは確かです。ご自身がどうしても東大で学びたいというお気持ちが強いのであればそれが尊重されるべきです。しかしそうではないのならば秋篠宮さまと一緒に研究施設を見学された玉川大学や秋篠宮さまが客員教授を務められる東京農業大学でもトンボの研究をはじめ自然史を学ぶことは十分可能でしょう。なぜなら大学で学ぶ他にもトンボの論文の共同執筆者である研究者といったブレーンが悠仁さまの周りにはいるからです。8月25日から京都で開かれた第27回国際昆虫学会議で悠仁さまが取り組まれた皇居のトンボ賞についての研究がポスター形式で発表され学会デビューを果たされている。今年2月には悠仁さまは在籍されている筑波大学附属高校でもトンボの産卵に適した植物というテーマで課題研究されポスター発表された。一つ言えるのは悠仁さまのトンボは進学のための口実ではなく本物である点だ。悠仁さまにとって最も適した大学への進学は果たして実現するか。その前に一言、皇族として時代天皇として皇室日本国日本国民への思いを語るのが先では。悠仁さまの言葉は姉の眞子さんの言葉を彷彿とさせます。やっぱり自分ファーストの秋篠の宮家の方々を慕うことはできませんね。兄を攻撃することしかできない文仁親王殿下とコンプレックスをしつける紀子妃殿下、その間の子が天皇になってしまう未来が来てしまうのか。本当にこれでいいのか。日本国民よ、彼が天皇になれば
小室圭が天皇の兄となる。